ちゃんくんどうしたの？どうしたも何も。いや、いや、もう今日、まあちょっといろいろこの車で出かけてる理由はいろいろあるけどさ。うん。まあ、また後で話したりする。うん。まず最後の最後に。うん。あともうラト温泉ってとこすごい手前の手前じゃん。うん。なんでこんなことになるの？なっちゃったの？いや、あのセブンイレブンで左で普通に大きな道に出ればいいかったと思う。あ、そっか。別にそんな 近道がどうとかそんな、うん。でも出てたんだよね。あ？何が？あのナビで。ナビでっていうか、ね、あれ近道とかいうより もう普通に大通り出て左曲がるのが普通だ。うん、ということで何が起こったかというと、うん、分かりづらいね。下に川が流れて前輪左側だけねちょっと落ちちゃったね。ああ、ということでこのブロックを使って何かできたらいいね。無事終えました。いや、よかった。本当によかった。まずね、こっちから来てこうやって行ったらこれね見えないでよ。多分こっちから照らした方がいいだよね。ここ、こんな感じだから。ここに左前タイヤが落ちてしまいね。今まあここまで突っ込んでしまってで、ここでこうタイヤが前に行かない状況になってしまって、ブロックをはめて何とかしようかと、あとアンカーを初めてこう手に取ったけど、なんか外国産でよく分からんくて、ね、でまずあの協力してくれたブロック、すごい働いてくれたブロック、こちらになります。あ、いいよ。でこのブロックね、どこにあったかっていうと、まずタイヤが落ちた時にね、うん、私がまあ何かをかませたらうまくいくんじゃないかと思って、うん、そこにね、はい、あったのをすぐ戻しておいてください。すぐに純ちゃんが目をつけて、そう、こちらにね、うん、あったので、うん、でも活躍してくれたらこれ、そう、うん、すごい活躍したね。まあ、とにかくあのお兄さんには本当に本当に感謝、ありがとうございますね、なんかもう一個かませるのがあったなと思ってね、うん、アンカーを取り出してみたけど、そう、探してみたけど見つからずね。でも探して探した結果お兄さんが見つかってよかった。そうだよ。で、うん、ジャン君こういう時に、うん、あのダメなんだよもう。あ、ダメじゃないだよ。何が？あの私はもういてくれるならとことん最後まで一緒にやってもらいたいという気持ちはそういう時にはなるので、うん、そう。それでもジャン君はもうずっといてもらうのも申し訳ないとか言ってたけど、こういう時は、うん、あの自らすいませんちょっと時間が、今まではお兄さんのこと、そう、うん、私は協力してもらうつもりでおりました。そして最後の最後まで ねいてくれてね、すごい細かく指導してくれて ね、うん、あのし、あね、こっちもうちょっと切ってください、うん、あ、じゃあ戻してくださいって、うん、あ、もうちょっとかなって言いながらね、ジャン君との連携もうまくいき、まあね、本当にね、もし自分が向こうで散歩していてそういう状況の人に声かけられてしまったら、うん、もう全く無理だった、うん、あ、無理っていうかもう何なんだこんな遅い時間、そんなことは思わないけど車のことよく分からんから、うん、あ、そうね、それだけで。でもあの兄さん、ね、本当車に詳しくて、すごいよかった、無事アーディも、うん、この場所を乗り越え、まあ下はねちょっと擦っちゃっただろうけどね、うん、でもね、まあ良かったね、まあ、これがこうね、ここにこう落ちて斜めに傾いてるものもやっぱこう記録というか、うんうん、写真を撮りたい、撮っときたいなってもう思ったよ。あ、撮っとけばいいよそういう時は。いや違う、でもなんか お兄さんの前でやっぱこう、まあね、気を使ってしまう。あら、そりゃそうだね。で結構斜めになってたね。なってたよね。うん、うん、よかった、よかったね。まあ、まあ、こっから脱出したからね。まあちょっと暗くて分かりづらいけどね、うん、うん、まあ高さがどれぐらいだろうこれ、20センチぐらいはあるかな、うん、ねえ、じゃあ30センチだね、ここの高さ、この高さは30センチあるかな、もっと、まあ、30センチね、よかったね。
じゃあもう行くか。下手したら後ろタイヤまでこう落ちてどうしようもない状況になるかならんかっていう、そうそうそう、本当にそのギリギリなラインで、ね、最初まあね、まあいいや、私運転してく、うん、うん。